出てきました。で、何をやろうとしているかというと、エンジンファンのエアクラッチから空気漏れてるんですよ。で、どこから漏れてるか分かんないんで、ちょっと見てみようとしてます。はい。ちょっと見えづらいんですけど、それね、その奥まったところにエアホース、この黒いホース、これ繋がってるのが差し込み口なんですよ。で、どこから漏れてるかによりけりで修理できる、おじさんができるかできないかっていうのが分かるんで、やってみようとします。ちょっとシュッシュってかけて、はい。じゃあちょっとアクティベーションしましょう、エアクラッチ。どうも。ということで、これ買いました。ボトル版のベタバボー、はい、いい感じ。じゃあ今入れます。ほらシューって言ってでしょ。つなぎ目じゃないな。ちょっと一回エンジンつけて空気入れます。今シューって言ってるでしょ。ちょっと待って。漏れてるでしょ。シューって言ってる時はここが動くんですよ。こういう感じで。シューって言ってます。で、回ってる。で、今イグニッション切ったんで多分止まるんですよ。もうちょっとで。空気のサプライが。そうでしょ。ほら、わかりますか。あー、漏れてんな、あそこからは。そこそこでも、そう、あそこだけの音とは感じられないんだよな。で、こういう感じでエアサプライが止まると、このファンがロックされるんですよ。まあ、泡出てますよね、付け根からね。だけど、そんな、そこからそんな出てるように感じなかった。他のところからのカメラに感じたんですけどね。もう一回見てみますか。もう一回入れます、イグニッション。すごい大きいでしょ、音、シューって。ほら、ここだ。うん。分かった。
っぱそうだな、なんか やっぱそうだな、クラッチだな、これは一回切ります。とりあえずおじさんには直せないことが分かりました。ちょっと一回元に戻します。あのホース類、フィッティングかなと思ったんですよ。でも全然ね違う、フィッティングじゃない、うん、あのフィッティングからもマイクロバブルで少しちょろちょろとは漏れてるけど、まあそれよりも要は そのフィッティングから入ってってクラッチなんですよ、エアクラッチね、うん、それの多分つなぎ目、なんか手もう見えないんですけど奥まってて、手でこうやってたらシューシューシューって言ったんで、多分なんかガスケットかなんかやられて漏れてるんでしょう。なんせこの状況だから、なんかこれ全部やるとなると多分ここら辺全部外さなきゃなんない、多分 このホースとか下手したらレディエーターとかよくわかんないですけど、だからあれですね、まあ来年まで待って来年まで待って考えます。要はファンのやつなんで、そのエンジンファンってずっと回ってないんですよ、必要な時だけバーって回る感じだから、その1回エンジンがかかるとエアサプライは止まるんですよ。でエアサプライが止まるとファンは動いてない状況で、ファンが必要になるとエアサプライを送ってファンを動かすって感じなんですけど、漏れてはいるけど一応ファンは動いてくれてる今が、まあ冬だしオーバーヒートすることもないんで、これからとりあえずこれで様子見て、まあ、空気はちょっと漏れていく可能性なんですけどね、少しずつね、もう一回お見せします。どういう感じか、要は一回イグニッションがオンになるとこれね、今エアサプライが止まってファンが動かないんですよ。だけどイグニッション入れると1回エアが供給される。ほらシューって言ってで回る、ここちょっと足りないのかな、ちょっとエンジンかけます。まあひどくならないこと願う、そんな感じでいきます、はい、ということで一応、直せませんでした。簡単なことかなと思ったけど簡単そうじゃない、はい、ただなんとなく分かったんで、まあ、あの前回りのベルトとかアイドラとか多分やると思うんですよ、もうちょっとしたら。だからその時まで持ってもらうことを願っております。願っててください、長持ちすること。それでは、
シューって言ってないですね、今はね、回ってるけど。なんだろう、ちょっと回ったから振動で漏れが止まりましたかね。でも多分もうちょっとしたら多分プシューとかって言って空気が抜けてこれが動かなくなるはずです。見ててくださいでしょ、今は動いてて、あ、ほらね、でこれで動かないんですよ。なんだろうな、壊れかけだからなんか漏れたり漏れなかったりとかそういうことなんですかね。ちょっとよくわかんないですけど、いい感じ、全然漏れてない。なんかディテクトリークスインナチュラルガス LPG とか書いて、エアラインとは書いてないんですけど、いいんですかねよくわかんない大丈夫でしょう多分。おじさん得意のいじりすぎて壊しちゃう、ひどくするっていうよくあるパターンなんで、今日はここまで。触らぬ神にたたりなしたたりが起こんないにしましょう。はい、そんな感じです。では今日はここまで、まあ一応直せないっていうのが分かったのと、ビビリオンが止まるんではないかということで改善いたしました。それではどうも失礼します。さようなら。はい。